おめでとうございますお大島康幸です、えー、映画やドラマの考察やレビューをする YouTube や、えー、芸人やラジオコメンテーターなどをやっております高野湊です今日今回やっておりますお願いしますなんかあれはいいつもはリードしてくれるじゃないですかいつもってこともないでしょそうですか最初の2回ぐらいあなたがずっと喋ってた <laughs> そうですね今回もどうやらそう,やそうらしいというオーラを感じ取ってますけど、はい、3回目のはい今回はですねはい リコリスリコイルです。聞いてはいるのよ。どこで界隈で。界隈。はあ、ははあ、<laughs> 聞きましょう。えっと、周りのクリエイターとか、うん、なんかその、ストーリーものを作るのが好きな人とか、うん、広告業界の人とかが、ほぼ全員見てる。ああ、そうなんですね。ぽいので、魅力は耳に入ってきてます。うん。まあ僕もそういう感じで、はい あの、最初は知らなかったんですけど、ほうほうなんかツイッターを見てたら、うん、あの、僕の大好きなですね、うん、あの、えっと、ゲーム。あ分かった小島,小島秀夫あ,あそうです。小島秀夫監督がね。<laughs> 絶対そうなんですそうそう、メタルギアソリッドとかを作った小島秀夫監督がリコリコ見てるっていうから、うん、その人が見てるんなら見てみようかなっていう感じなんですけれども。はい、今季のアニメってことですよね。そうです。今まさにやってて、うん、えっと、昨日、10、 1話が終わって。あ、はあ、そうなんだ。っていう感じで。はい。ただ僕、あの、まだ見てないんですよ。あの11話は。10話まで見た上での感想を、はい、プレゼンってことですね。そうですね。あの11話は、はい、あの、リア対するか、はい、あの、完璧に、 CM とかない環境で真剣に見るかを迷った結果、真剣に見るっていうのを選んでるんで。うん、<laughs> なるほど。はい。でもそれくらいハマってるんですよ。はい、えっ、ー、と、2022年の夏ールアニメってことですね。そうですね。アニメっていうのは、これ本当に初歩的な話なんですけど、あの、その瞬間に盛り上がるんですか、うん、僕は結構テレビドラマとか、<ー>テレビバラエティとかのウォッチャーとして仕事をすることが多いんですけど、アニメって過去から見たりするじゃないですか。はいはいはい。その 時の瞬間に盛り上がる熱っていうのは、はい、結構重要ですかいやめちゃくちゃ重要ですよ。あ、そうなんだ。じゃあ、僕も本当を言うなら最終回同時に楽しんだりした方がいい同時に楽しんだ方がいいですよ。そうなんだ。やっぱリアタイっていう言葉は、うん、やっぱり僕はアニメから生まれたと思ってるから、やっぱリアルタイム視聴で見るっていうのは、うん、やっぱり、うん、これちょっと僕のあの偏見混じりの話ですけど、はいはい なんでリアタイっていうのが大事かっていうと、あの、アニメって深夜じゃないですか、やってるの。基本的には。深夜アニメと言われるものが。だから、サザエさんとか以外ね。サザエさんとか以外ね。みんな基本録画とか、そうじゃなかったら配信サイトで見てるわけですよ。でも、それでいいのに、早く見たい。深夜だし、明日も仕事なのに、それでも見たい。 うん、だから、リアルタイムで見ることが大事だから、リアタイっていう言葉が、僕はアニメ界隈から生まれたと思ってるんですよ。確かに、そのゴールデンのドラマは、うん、まあリアタイして、まあ普通じゃんって思、ね、うん。そう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 ,そう,そう。だけど、リアタイしないでいた方が普通に生活できるっていう理由があるのに、それを乗り越えてリアタイしてるっていうことですよね。そうそう,そうそうそう。じゃあその時に、こう、ハッシュタグとかつけて、ツイートしてたりする人たちは熱があるっていうことだって分かりますもんね。うん、はい。なるほどえ。ちなみにですけど、うん あの、11話が放送されて、はい、夜、ツイッターで、はい、ハッシュタグ、うん、リコリスリコイルで、うん、何回ツイートされたかって、うん、わかりますいや、そうですけど。一応深夜ですよね。0時超えてますよね。で,ねで、まあ普段のドラマとかが、どんくらいかなって思うと。うん、まあでも、 意外とこう、ラジオのタイトルのハッシュタグとかだと、はいはい、数千とかでトレンドトップ10とか入ったりするんですよ。ああ、そうなんです、ね、意外に。なので、まあ、2万とかじゃないですか。リコリコね、17万。あ <laughs> <laughs> あ、よかった。いい、いい、いい外し読みでよかったわ。<laughs> 17万ですよ。それは普通のアニメの、 ツイートのハッシュタグとかでも結構すごい方ってことですよね。正直、鬼滅レベルええ。うん。マジっすかうん。うわそれはすごい。熱いんですよ、今。なんか聞いてる話だと、意外に伸びたって話ですよね。そう。下馬評はそこまで高くなかったけども、っていう。そうなんだ。じゃあ、それを、はい。見てほしいんですよ。はい。ここまで来て、大島さんは周りも見てる見てるって言ってんのに、うん。見てないんですよね。まあ、鬼滅とかもほぼ見てないんらね。だから、 アニメを見るっていう文化があんまないんですよね。単純にアニメちょっと苦手。なので、すごい見る理由がないときつくて。あの、でも歴史としてはですね、エンドレスエイトとか、ある日ですね。はい。とか、マドカマギカの第3話の衝撃とか、4話だっけ ?3 話ですよね。3話ですよね。マミッタですね。とかはリアタイした方が良かったっていうことをアニメファンとかでさえ後悔してる話をやっぱよく聞くんで、はい。リアタイできるもんならしたいなとは思ってますけどね。はいまあじゃあ、 要は、アニメよりも、実写寄りの人ですよね。そうなんですよ。アニメ表現の中でも、かなりリアリティ寄りというか、絵みたいなアニメ。うん。さアニメは僕大好きなんですみたいなのが好きなので。では、そんな人が、見たくなるようなプレゼンをします。お願いします。あの、そもそも、僕は僕で、 アニメに対してアンテナを張ってるわけでもないんですよ。まあ、結構詳しいですけどね。あのね、やっぱね、知ってるくらいで、なんでかっていうと、うん、原作を知ってるの。ああ。大体そう。うん、流行るやつは、まず僕原作から入る、うん、そっか、漫画読みですもんね、あの。そう。ただ漫画が好きだから、だって僕、呪術改戦なんて、うん、あの、今となっちゃうね、100億とか超えるやつだけど、僕、い1巻が出た段階で、うん、僕、それ写真に撮ってつぶやいて、うん、これ、今から好きって言っておけば、 後からドヤ顔できるからみんな好きって言っておいた方がいいよってツイートしてるくらい。それセルフリツイート今した方がいいです。<laughs> 今した効果が。<laughs> まあそういうふうに原作をしてて、で僕は基本漫画が好きで原作中だから、あのアニメにわざわざ見るっていうことはあんまないんですよ。うん、なるほど。あの、やっぱ知ってるし、うん 僕は結局ね、漫画表現でも終わってると思ってるから。結構それで天井叩いてるっていうか、うん。そうそうそう,そう。うんうん、結局もうそれで物語としてはもう完璧だからって思ってるタイプだから、うんうん、あんまりあえてアニメを見るっていうことはそんなにしない、ここ近年は。はい、厨房とかオタクだった頃はいっぱい見てたんですけれども、はい、っていう感じなんですけれども、どはい、その点で言うと今回、うん、リコリスリコイルは完全オリジナル作品なんです。はい、やったーって感じですよね。うん、ただ、 それでも、アンテナにはかからなかった。うん、なんでかっていうと、小島秀夫さんが言ってなかったからです。言ってなかったから。<laughs> 小島秀夫さんが言うなら見るんだけど、うんはい、そもそも、うん、オリジナルだから、見るっていうのも、うん、それはそれでリスキーじゃないですか。うん、まあ、どうなんですかでもオリジナルだっていうだけで見るっていうと、でも数絞れないというか、<ー>オリジナルなもの自体は結構ありますよね。うん、まあ、オリジナルなものは、でもね、やっぱね、圧倒的に少ない。そうなんだ。もうやっぱアニメを変えで、 やっぱりあのね、もうそれに投資するっていうのは大変だし、よっぽどしっかりしたなんかあのスタッフとか揃ってない限りは、はいはい、オリジナルっていうのはなかなかないんですよ。かだからそれもあって、うん、アニメっていうものはあんまり見なかったんですけれども、はい、でそれはもちろん僕も、はい、映画とかが好きっていうのもあるんですよ。うん、どうしてもやっぱ映画の方を見ちゃうっていうのがあって、うんはい、あと海外ドラマとか見ちゃうっていうのがある。 っていうのは僕も一緒。じゃあもともとアニメに時間を割いてるタイプの人ではないんだということ。はい、で、その人間が、これを見て何を思ったかっていうと、うんはい、これ実写じゃんって思ったんですよ。ああ、それは説得力あるな。うん、すごいの。はい、で、それの凄さを言いますね。うん、まず、まあ、リコリス・リコイルという話の、はい まあ一応のざっくりしたあらすじというか設定だけ言っておくと、うんはい、まあ近未来くらいの日本がベースになってて、で日本はめっちゃ治安いいんです。ああ、ディストピアじゃないんだ。そう、でも治安いいんだけど、はい、その治安の良さは何によって守られているかというと、うん、DA という組織があって、はい、そこには幼い頃から戦闘マシーンとして訓練された女の子たちがいて、うん、その女の子たちが女子高生の制服を着て、うん 人知れず、犯罪者を未然にぶっ殺してるんです。ああ、結構窓かまぎかっぽい。だいぶハードなんですよ、設定は。はい。もう、導入はハード。ま窓まぎっぽくないですか窓まぎっぽいかもしれないですね。ねその、あの、悪さしてるものを、人知れずそね。で、その戦士たちはみんな少女なんですかみんな少女です。ああ<ー>。あの、この世界では、はい。えっと、高校生の制服が、現代日本での、うん。最も優れた擬態であるっていう。うんうん だから、制服は迷彩服なんですね。一応じゃあ理由はあるんだ。そうそう、一応そこには理由がある。まあでも僕は正直あの女子高生が人ぶっ殺すのをやりたいっていうだけだと思ってるんですけど。まあでもこれだけ言うと、実はね、アニメっぽいんですよ。ガルパンとかだって。ね、そんな雰囲気まあガルパンはちょっとね、またちょっと語ると面倒くさくなるからちょっとやめてくとにかく、今聞くと、あ、アニメだって思いませんでしたアニメっぽいなと思ったし、実写だとしても、その、まあキルビルとか、 なんかその、ちょっとジャンルっぽいというか、オタクの映画っぽいですよね。そうですね。うん、で、そこは一つ、うん、まあ正解で、あの、この作品、やっぱり一番こう盛り上がってるのは、うん、アクションがすごいと。うん、作画がすげえって言われてるんですよ。はい、で、このアクションが、どういうアクションかっていうと、はい 完全にジョンウィックなの。おうわ、マジかよ。あのね、もうゴリゴリに第1話から、ずっとガンフーやってる。じゃあ見なきゃいけないわ、それは。でしょもう本当にまんまガンフーなの。はぁ、あ。もう超近接、十重、うん、格闘術。 そうですよね。だからその銃アクション、うん、ガンアクションプラス<う>カンフーアクションを合わせた、ガンフーという、そ,うその、ジョンウィックのアクション監督をやってる方が発明したジャンルというか、あれですよね、あの、ハーレクイーンの映画のアクションとかもその人がやってて、うん、ジョンウィック以外にも今こう、広がってきてるんですけど、もうやっぱ、ガンフーの一番の特徴は、うん 超近接で銃撃つっていう。それ最高ですよね。最高なんですよ、もう。だってその必要ないもんっていう近さで致命傷が与えられるってことですよね。そう,そうそうそう。で、それをアニメでゴリゴリにこだわってやってるの。いや、面白い。それは、うん、そのアニメを僕が見ることに、うん、結構必然性を持たせられないと見れないっていう人なわけですよ、うん、要は。<ー>でも、もうその説明がその時点で終わってるというか、うん 要はその今、ガンフーアクションを日本で再現しようとした時に、実写だとめちゃむずいし、いいこと言う。ね、お金をかけてやって、できる人誰がいますかそれでお金ペイできる人誰がいますか岡田純一のスケジュールそんな空いてるんですかそうですよ岡田純一しかできないの、ガンフーは今の日本で。岡田純一のスケジュールそんなすぐ取れるんですかしかもオリジナル脚本で企画通るんですかっていう話なところを、いや、実写みたいなアニメを作るんだったら、優秀なアニメ がいれば岡田純一がいなくても<う>撮影監督もカメラもなくてもできますっていうことで<う>ある種実写を代替するという意味でのアニメ表現でいて、はい、実写に匹敵するレベルの表現がリスク低くできるかもしれないっていうい<や>ことですよ本当にそうだねもうそれだけで見る理由ですわ正直でしっかりあのアクション監修っていう人もいるくらい<ー>めちゃめちゃアクションにはこだわっててそれはおそらく実写で えっと、これはね、アニメをやってる人の方なんですけど、アニメのアクションのエキスパートの人がただ、これも、今言ったのもちょっと鋭くって、実写畑のスタッフで、はい、あの、一人入ってるのが、<う>乃木坂とか欅坂とかの坂道系の衣装を担当してる人が、衣装デザインに入ってるずる,ず,ずるいな。だから、その,あの制服着てるって言ったでしょ、はい、あれのデザインとかをやってるの。 あの、極端なこと言うと、うん、その服の、こう、いや、こういう風うに舞った時には、こっちには布は動きませんみたいなこともやってんのかああ、もうそれも多分やってるし、うん、あとあのね、服がね、みんな可愛いし、オシャレなの。<ー>これがね、アニメっぽくないの。いい意味で。面白い。アニメの、なんかこう、いろんなところを強調したり、はい、あの、アニメの記号的に使われる衣装ではなくて、うん、本当に人が着てても可愛いなっていうものを、はいうん 以上になってて。それ今まさに僕が言おうとしたことなんですけど、はいはい、あの、僕がアニメやっぱちょっと苦手だなって思っちゃうもの、一部のものであり結構売れてるものなんですけど、うん、その女性が女性であるというだけで、はいはい、全員胸を強調した服を着なければいけないとか、 なぜか全員パンチラギリギリの服を着なければいけない、そうじゃないキャラであってもみたいなことが、まあもちろんイメージ結構古いと思うし、エヴァとかのイメージがずっと強いとかもあるとは思うんですけど、やっぱパッとちょっと話題になったものを見た時に、その性的な話じゃないのに性的な記号を見なきゃいけないことの、なんか疲れみたいなのが結構あるんですよ。はいはいはい。それはあんまないってことですね。ないんですよ。わ、すごいな。もうそこもこだわってて。乃木坂の人とかがやってるってことは、乃木坂ってそう見られないことを頑張ってるアイドルじゃん。うん そあいいこと言う。そうなんですよ、ね。あの、最近聞いた話ですごい面白いなと思った。ちょっとだけ脱線いいしたいんですけど、はい、あの、はい、坂道が流行ってから、はい、女子高生のスカートが長くなったって知ってます、はい 何それなんか、なんか当たり前の話らしいですよ。女子からしたら。ええ、マジ僕らはおじさんだからわかんないけど。でも言われてみれば、2000年代とかの僕らが高校生の時とかのスカートって短くなかったですか短いと思いました街で見かける女子高生。で、それは AKB とかのブームだったかららしくて。まあ、短いっちゃ短いじゃないですか。もともと、あの、本当に初期の初期の頃はパンチラアイドルって言われものなので。で、僕らが大学入ったぐらいの時に、 流行った、乃木坂、欅坂、日向坂は、みんな本当にスカートめっちゃ長いじゃないですか。はあ、そうですよね、そ<う>あのグループは。で、それプラス、K-POP のアイドルとか、韓国の制服とかが、うん、そのプリーツが少ない、あ<ー>あ。ま、要はペンシルスカート的なタイプのスカートだから、膝ぐらいまではある。はあ。膝上30センチのミニスカみたいなのじゃないっていうブームが2個合わさって、<ー>今の女子高生は、あの、パンチラみたいな、 感じのミニスカートではないいってうことらしいですよこんなね、乃木坂の衣装っていうだけでこんなに話が出てくるくらいなんだから、それは興味持ったでしょあ、もっと持った。そういう人が作ってる衣装。でいて性的じゃないんだなっていう。女子高生って聞いちゃうと、やっぱ女子高生は性的に無駄に消費してるんじゃないかなっていう疲れみたいなね、ものがあるんですけど、そこはなんかもうそれだけで信頼できますね。そうじゃないんですよ。で、もう一個やっぱ実写だなって思ったところは、 やっぱキャラクターが非常に魅力的なんですね。<う>まあ、あの、主人公は、まあ、と、ちさとちゃんとたきなちゃんっていう子なんですけど、はい、まあ、この二人がメインなんですけれども、はい、この二人が非常に魅力的なんです。うん、ただ、魅力的なキャラクターっていうのは、うん、ヒットアニメには絶対に必要なんですよ。はあ、ただし、うん、ここでおいて、この二人が魅力的っていうのは、それこそみんなが言ってること。はい、もうアニメファンもみんなが言ってることで、僕が、 これ実写じゃんって思ったのは、うん、芝居とセリフ<う>あのね、芝居の掛け合いが完全に会話劇なの。えー、もうあの、ね、アニメで会話劇をやるの。うん、これすごいことなんですよ。声優さんはアニメの声優さんアニメの声優さん。<う>アニメの声優さんなんですけど、はい、あれはね、あのその、音響監督って言われる、<う>これアニメを作るときに、はい 監督とは別で音響監督っていう人がいるんですけれども。はい、それは常にいるんですか常にいます、うんで。この音響監督っていうのは、うん、えっと、主に声優さんのお芝居の監督なんです。ああ、言ったらじゃあ声の演出家で。そう,そう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 。あ、それを、そっか、声の演出家って表現やっぱ変だから。うん、そう。で、声優監督っていうのもちょっと変だから、うん、音響監督になっちゃうそう。だから実は音響監督っていうと、うん、なんかこう、 音響っていうくらいだから、うん、音楽とか、効果音とか。そうそうそうっていう印象を持つんですけども、はい、実はアニメーションにおいては音響監督というのは、うんうん 芝居を見る上では非常に大事だってことは覚えておいてください。あ<ー>これは。BGM とかの入るタイミングとか、効果音とかもちろんやってはいるけれども、うん。やってます、やってます。でもやっぱりメインの仕事は声の演出なんじゃないかってことですね。まあやっぱりあのそこがすごく大事。<ー>で、もちろんあの監督も必ずいて、僕もあのアニメーション書いたので、あの<っ>現場には行ったことあるんですけれども。全体の監督もいての。行っての音響監督なんですけども、多分この音響監督がすごくて、<ー>あの、 オットタクシーっていう。オットタクシー見ましたよ。見ました僕でさえ見ましたよ。じゃあ、オットタクシーと同じ人なの。あんな感じか。そう。だから、あの、ちょっと、オットタクシーって、見た時に、ややアニメ離れしてると思いませんでした。そう。で、僕は、そういうのは、なんか見れるんですよ。でしょうだから、あの、ああいう人が作ってるから、その、見た目は、結構やっぱね、リコリコと言います。リコリスリコイルは。大丈夫略して、リコリコと言いますね。はい。リコリコは、 結構見た目は、あ、可愛い女の子だっていう印象を受けると思いますけれども、うん、実際の芝居を見てみると、うん、めちゃくちゃなんかこうアニメっぽくない掛け合いで、わ、はい、かりやすく言うと、何々だわ何々だわよっていう、うん、未だにアニメーションの女の子ってこういう女言葉を使いがちなんですよ。苦手です。苦手でしょ、はい、これほぼない。<ー>これもう絶対に意図的にやってる。はい、でもうすごく自然だけど、うん 自然だけどちょっとドラマとか映画のような、うん、あのこう、小気味いいやりとりというか、なんか単なるオフビートでリアルなやりとりっていうのとは違って、うんはい、セリフのやりとりが気持ちいいんですよ。<ー>その上でよ。うん、その上ですごいのは、口の動きと顔の変化とかの,、うん、あの表情の芝居がパーフェクトにシンクロしてるの。うん、これも非常にすごいところで。うん、そうか。 あの、結局、アニメーションで喋ってるってことを示したいと思ったら、うんうん、閉じてるところと開いてるところの2枚あればいいんですよ、絵が。はい。なんか、アキラとかの時に、それがちゃんとし始めたって話は聞いたことある。アキラはすごい。アキラ回もう一回やろう。<で>すごいんですけど、<laughs> で,ね、でも、でねうん、アキラは伝説だし、うんうん、未だにあれがすごいって言われてるのは、はい、あれできないからなの。 ああ、再現すごいことが。あ、じゃあもうあのレベルですごい、あの時点ですごい高いレベルのことが実現されてるけど、うん、今再現するのはまだむずい。めっちゃ大変ですよ。あれだってもう、大パーツみたいなもんだから、あれ。あ、そうなんだ。<お>なぜあれがあるのかわかんない,いな。だってあれどうやって、 作ったのかわかんないくらい、もうすんごい手間がかかってる。えー、<laughs> なんか俺、アキラみたいなのが、結構当たり前になっちゃってるというか。うん、<laughs> だから、もうアニメを普段見ないから、<う>超超厳選された最高品質のものしか見てないんですよ、アキラ、エヴァ、オッドタクシー、はいはい、マドマギ、<laughs> まあ、あの花とかは全部見たけど、えっと、あと、ピンポンジアニメーションとか、 ぐらいの20本ぐらいしか俺見たことない。ジブリじゃあ、じゃあ、だとしたら、ダメです俺はそれにたるものだと思います。そうか。そういう進め方になりますね。で、もうこの口の動きと、声優さんのお芝居がシンクロしてるっていうのはだいぶすごいことなんで。そうなんだ。で、これが、ちょっと構造の話しますね。こう撮影の。まずどうやってアニメーションができていくかっていうと、アフレコって、わかりますよね。わかります。あの、バカにしないでください。 <laughs> いや、なんか、なん、あんまりにも知らなそうだから。それはさすがにわかります。うん、はい。アフレコって、うん、絵に合わせて喋ってる。はい。のがアフレコって思いますよね。はい、とは思ってますけど。あの、もうね、うん、えっと、それはだいぶ昔のことで。そうなんだ。あのね、もう、てか昔もそうじゃなかったかもしれないんですけど。はい、今って、その、一枚、うん、落書きみてえな、なんかあの、丸書いて、うん、例えば今の滝名と千里だったら、うん。 丸書いて、滝な千里みたいに書いてあるものが、うん、絵がポンと出て、うん、はい、ここで喋ってます。喋ってるという手で、うん、あの、セリフ言ってください。脚本はあってってことですよね。脚本はあるんですけど。はいはい、だから、喋ってる絵に合わせて言うんじゃないんですよ。うん、もう、うん、それはもう制作上の都合で、やっぱあのそこまでにできてないから、なるほど。だからそこから合わせたりするんですけれど声優さんのスケジュールを合わせる方が、 あの、作画をするよりも大変だからっていうか、その。いや、えっとね、そこはね、単純に、アニメって作ると絶対にギリギリになるんですよ。これはなぜかわからないけどはい、はい。まあでも絵の方がどっちかっていうとギリギリになるので。うん、まあ大変なんですよ。声優さんをあの前日に呼ぶとかはできないからってことで,、ね、できないのもありますからね。うん、事前に撮るんですよ。で、はい、これに合わせて、まああの作画とかも作るんですが、うん、ただ、うん、ここまでは普通なんですけれども、はい、ここに、声優さんの動き、 言葉に合わせて、うん、完璧に絵をシンクロさせるんですよ。それも後からやってるってことですかこれを後からやるんですよ。誰がやってるんですかだからこれをスタッフがやってる。で、このやり方で、これを、完璧にこれをやったのが、あの、かぐいや姫の、えっと、物語。あ、高畑監督、ね。高畑監督。高畑勲の、かぐやの物語、ね。あれはもう脚本だけあっても完全に、俳優さんに全部演じてもらった後に、それに完璧に合わせる形で絵を作ってるんですけど。一番好きなアニメ映画です。あ、じゃあ。 で、僕は、それは明言されてないけど、うん、そういう作り方じゃないと、うん、これは絶対に無理だっていうくらいのお芝居と、<ー>あの、えっと、絵のシンクロ具合なんですよ。はいはい。で、はい、ちゃんと表情の変化とかもものすごくうまいの。ねえ。ねえ<れ>っ僕は僕は姫もね。はい、そう。で、リコリコンは、リコリコンもすっごく上手で、ねはい、で、あ、本当にこの人が何を考えてるかわかる。 っで、またね、あのね、でもね、それを全部やるとまたうるさいわけですよ。それ。で、やっぱあの作画とかも疲れてきちゃうから、ここでね、あのね、喋ってるのに、めちゃめちゃ喋ってるのに、うん、足元だけ映すカットとかあんの。あそういう洒落たことするのって、 やっぱちょっと実写とかするじゃないですか。そうですね。実写はやりがちですよね、うん。うん。でもね、アニメだとね、あんまりそういうのないんですよ。確かになぁ、うん。な、んでなんですかそれは。やっぱ、アニメだと背景とか物とかよりもキャラクターの方が画面的訴求力が高いからっていうことなんですかね。これはですね、うん、えっと、いろいろな論があると思いますが、うんうん、僕が一つ言えるのは、うん、アニメーションは実写に比べて情報量が少なすぎるんですよ。うん、確かに確かに。あの、 音も、後からつけなきゃいけないし、うん、実写っていうのは、静止画だろうと、うん、例えば海を映してれば、ちょっと動きがあるしいや。本当にそう。で、それがかぐや姫だとかなり意図的に、うん、その画面の端っこの木とか、あと生きてる木じゃなくて、その木の壁とかもずっとさざめえてるじゃないですかそ。そう。で、それが実写でしょそれが実写ですよね。うん、で、はい、それをかぐや姫ではやってたわけです。うん、でも、アニメではそんなこと難しいわけ。うんうん、ってなると、 わかんなくなっちゃうのその情報が。はいはい、受け取れないんですよ。はいはい、で飽きてきちゃうの。はい、だから、僕も、えっと、こう、アニメの脚本を書きまして、はい、その時に学んだんですけれども、はい、沈黙っていうのはないんだと。はい、なるほどね。沈黙をやってしまったら、はい、あの、下手すりゃ放送事故になるっていう。<ー>だから、沈黙の時も必ず環境音とかはあるし、でも、沈黙をやろうとすると、 静止画が出てるってことになるから、それはアニメーションっていうのは絵が動くものですから、だから紙芝居になってしまって、それアニメーションではなくなってしまうんですね。っていうジレンマがあるんですよ。これをぶっちぎって、ちゃんとセリフの掛け合いだけで面白いから、もうこのかっこいいこの静止画いいだろうっていう、これエヴァでもやってたアプローチなんですあ、エヴァっぽいなと思いました、今聞いてて。エヴァって、あのやっぱ安野さんは、あのテレビ放送の後半で実験してたっていうのが、アニメって、 動かなくてもいいだろうん。っていうのを。うん、なるほど。バチッと決まったカットがあったら、動かないでもいいだろうっていうのを、後半にはやってて、はあ。あ、テレビシリーズの後半で。そう。あ、それを意図的にやってるんだ。意図的に、これは意図的みたいなんですね。<ー>っていうことをやるんだけど、はいはい。とにかくセリフがバチバチに決まってるし、うん。セリフの、その、俳優さんも上手だから、うん。だからもう気持ちよく見れるんですよ。なるほど。もうまとめちゃうんですけども、はい この他に、あの、正直で、面白いところはいっぱいある。話も面白いし。あの、えっと、引き、次への引きも気になるし。クリファンが。そうそうそう。脚本を書いてる身として、本当にこういうことやらなきゃダメだなって落ち込むくらいに話も面白い。お話だけでも十分面白い。で、アクションもいいし、作画もいいし、キャラクターもいいっていう、全スタッフ、全キャストが、みんな高水準って、 高水準のものを作ろうとして、うん、結果、だからあの、なんで最初の下馬表でそんなに盛り上がってなかったかっていうと、はい、あの、別に目立った人たちがいなかったんですよ。ああ、そうなんだ。でも目立った、これはちょっとあの、アニメファンからしたら、あの、僕ぶっ殺されるかもしれないな十分有名だなっていうね、そうこともあるかもしれないけど。でも、監督は、これが初監督なんです。ああ、そうなんだ。ただ、 めちゃくちゃ有名な、それこそソードアートオンラインって作品とかのキャラクターデザイン作画監督とかやったりしてる方で。はい、キャラデザとか作画監督をやって。そう。で、<ー>実績はすごいずっとあったけど、監督経験だけなかった。で、オリジナルなんだ。そう。だから、はあ、それはね、みんな、で、しかも脚本家も、うん、あの、脚本原 ストーリー原案みたいな人はいるんですけど、はい、監督自ら1話とか脚本も書いてるんですよ。それって珍しいことですかねどうなんだろう、ね、これはもうよほど作家性の高いもの、うん、あの、それこそ映画とか、はい、レベルだったらあるけど、はい、なかなかない,、はい。そうですよね。あの、で、しかも、初監督の人にここまで任せるっていうのになると、まだな、まあ、ない。じゃあ、ある種、博打だった部分は大きいんですね。大きいと思いますし、<ー>やっぱりあの見る人も、 何を見せてくれるのか分からないから。そうかそうか。この人の作家性とかがまだ分かってないから。うん、そうそうそう。で、しかもあの、うん、脚本家とかがいれば、うん、結構分かるんだけど。継続できるけれども。それもないから。そうか。っていうので、ただみんな知らなかったから見てなかったってだけなのに、あのね、面白さ一本で、ここまで盛り上がってるんですよ。うん、すごいなその、大した、その、特別な仕掛けとかも、してない。はい。はい、で、見れば、うん こりゃ人に勧めたくなるわっていうくらいの面白さっていうのは語られてることなので、<ー>もう多くの人が。はい、それで刺さらなかった人のために、はい、今実写が好きな人、はい、普段アニメが見,見ない人たちが見たらきっと楽しめるだろうなっていうところを、 今こういう形でちょっと。それでも結構納得したし。納得しました。もう、その、かぐや姫の話と、あと、その実写っぽいっていう話と、あと、ガンフーの話で、もう見ない理由があんまりなくなっちゃったので。よかった。見ます。見てください。はい。ちょっとね、あのね、意地悪な質問をするかもしれないんですけども、これが、じゃあもし、アニメじゃなくて、漫画だった場合、面白さはどうなってると思いますか漫画だったら、 面白さ減ってます。ああ、面白いけど。面白いけどだけど、うん、あの、今言ったお芝居の上手さとかが、どんどん減っちゃってるから、はい、そっかそっか、ポイントが減ってくというか。そうそう。だからそれだけ、アニメとしての面白さっていうのを追求してるんですよ。うんうん。でもね、それ言われちゃうと、セリフもいいの。そうですよね。セリフだけでいい。だから、セリフのね、これで漫画だとちょっと微妙かもって言ったのが、うんあて 独特のリズムがあるの。はいはい。これが素晴らしくてだ、まあ。だからそれで見ちゃってるから漫画で見るのは想像できないっていうか。でもね、漫画で見ても、はい、多分ね、あのね、ここまで、うわーっとはならなかったと思う。そうかそうか。やっぱり完璧に、クオリティコントロールをしてるんですよ。うん、そのアニメの中で。これは多分、そのえっと、第一話が監督と脚本両方やってるんですね。はい、ってことは、うん 脚本を書く段階から絵が決まってるんですよ。そうかそうか。絵が浮かんでると書けることとかもあるし、で、その後もそれを貫き通してるんですね。で、例えば一個だけちょっと言わせてほしいのは、僕がね、痺れた台詞があって、この今言った、たきなちゃんとちさとちゃんっていうのがいるんですけれども、そう、このちさとちゃんっていうのは、伝説の、 そのリコリス。あ、この世界でその、えっと、あの、人を殺す権利がある女子高生のことをリコリス、うん、あ,あ、ライセンスみたいなのがあるんですね。ねそ,うそうそうそう。うん、で、この、ちさとちゃんっていうのは、伝説のリコリスなのに、はい、なぜか、あの、喫茶店で、働いてる、うん、なんか、戸様にいるんですよ。わー、わかるなわかります。なんか。で、ここに、DA っていうそのさっきの組織の、本部で、エリート街道行くはずだった、たきなちゃんっていう子が、 あ,あるミスをして、うん、あの、島流しにあっちゃうんですね。うん、で、その先にいるのが千里ちゃんなんですよ。で、たきちゃんは、本部に戻りたいって思ってるんですね。うん、で、本部に戻りたい、戻りたいって言ってる中で、千里ちゃんっていう子は、伝説の人なのに、うん、なんかどこかヘラヘラしてて、うん、ふわふわした人なんですよ。うん、だから、タキナちゃんはなんだかなって思ってる時に、うん、あの、3話であるセリフなんですけれども、うん その D、DA に戻りたいんだっていうタキナちゃんを元気づけるシーンがあるんですよ。そこのセリューがね、遅くない。まだ途中だよ。チャンスは必ず来るっていう。何でもないって思ったでしょ。キっズリターンみたいだなって思いました。これがね、脚本家としてはたまらないんですよ。なんでかっていうと、遅くない。まだ途中だよ。チャンスは必ず来る。これね、チャンスは必ず来るだけでいいの。 なんなら、遅くない。チャンスは必ず来るだけでいい。間のまだ途中だよは、うん、いらないの。うん、いらないんだけど、うん、あえて入れることで、ここにリズムが生まれてんの。はい、遅くない。まだ途中だよ。チャンスは必ず来る。って、この3段階にホップ、ステップ、ジャンプしてるんですよ。うんうん、これは、もうあのう、映像になった時の音の気持ちよさとかまで、計算してないとこれ書けない。うん、確かに、5時、7時、10時みたいな、そそそうううポンポンって感じってことですよね。そう。あ<ー>で、これを、 できるのは、やっぱり、一貫してクオリティを全部管理してるからなの。うん、やっぱり脚本家ってどうしても、脚本家っていうのを立てちゃうと、はい、ちょっと切り離されちゃったりするんですよ。なるほど。で、それぞれのセッションが切り離されるもんなの。これしょうがない。うん、で、まあ。 まあ、やろうとしたことが、その他の部署には伝わらなかったりとか。そうそうそう。で、まあ、しょうがないかっていうことですよね。まあ、でもそれが必要なんですよ。文行、うん、だから。そう。文行だし、誰にでも伝わることを伝えるっていうのが必要だから。はい、そうしあって情報が研ぎ澄まされていくわけ。はい、この繊細な表現っていうのを、はい、まあ、多少犠牲にする代わりに、うん、あの、誰にでも伝わる表現をする。うん、でも、この遅くない。まだ途中だよ。チャンスは必ず来るっていう。うん この繊細なリズムを、うん、当たり前っぽいセリフでやってるあたりの、うん、このリッチさ。確かに。で、この繊細な表現って、俺はやっぱ実写だと思うの。なるほどね。もう、もう本当に実写の映画とかドラマの中でも、<laughs> はい、ちょっと、うん、なんかミニシアター寄りとかの雰囲気すら感じる時もあるまあまあ、まあ。あ、そうなんだ。その会話劇とかの気持ちよさが、はい、これは、 十パ波人からげのドラマでは、うん、この会話はできないぞ、みたいな。じゃあ、岡田純一がやってもダメかもしれないです。<laughs> なんでそんなこと言うの、岡田純一がちょっとメジメジャーしか出ないじゃないですか <laughs>、まあ。メジャーしか出ないけど、まあちょっとそれはね、もったいないけど、うん。まあまあまあ。でもそういうところがあって、はい、だからまあその繊細な表現とかも含めて、面白い。だから、やっぱりこれは、 アニメならでは。だからさっき、最初に高野さんが言った、うん、あの、漫画で完成しているものをアニメにしたものはそんなにわざわざ見ないって言ったけれども、うん、それで言うと、うん、アニメで見る理由が、うん、高野さんみたいな人からしても最初からあるってことですよね、うん。あるし、しかもそれが、アニメ好きの文脈じゃない、実写好きの文脈とかなら、なん普通に面白いものが好きな人たちも、見るべき理由があるっていう、はいあ。そこまで広がるタイプの射程を持った作品って、大体、うん、いいこの、 高野さんのアンテナの貼り方とかからして、だいたい何年に1本ぐらい出てくるもんですかいやー、でも僕の感覚だと、まあ3年に1本あるか,かなっていう気持ちですよ。そうかし年一で出ることあんのかなっていう。まあ僕で言うと、まあ去年で言うと、なんか平家物語とかは。ああー、ね、あれね、僕まだ見てないんですけど今年か、あれあれ今年か。今年,か今年の1月か、なんか。やばい。 まあでもなんかそういう感じの、その外側にまで届く感じっていうイメージですよね。そうですね。そこで言うと、平家物語はやっぱり、技巧的だったし、すごいその、こう、異端じゃないけど、そうですねアニメ界の中で異端っていう感じだったと思うんですけど、リコリコは割とね、政権好きだと思う。なるほどね。政権好きなのに、あまりにも一つ一つ丁寧に作ってるから、全体のクオリティが上がりまくった結果、これは、 いろんな人が見たら面白いぞ。へっていうも、ねえー、じゃあやっぱその、アキラとかエヴァとか、うん、まあエヴァか。エヴァがその、普段アニメを見てなかった人にも届いたみたいな、うんうん、まあことですよね。そうですね。そうなってると思いますし。ちょっと見ますわ。ぜひちょっと見てほしいですね。はい、で、<て>しかもあと2回で最終話なんで。うんうん、ちょっと追いつけるか怪しいな。いや、大丈夫。追いつけます。いやいや、それは私のスケジュール遅くない。まだ途中だよ。<laughs> チャンスは必ず来る。<laughs> チャンスは。あの、<laughs> 眠る時間とかを削るしかないんですけど。<laughs> 大丈夫。でもこれは多分見ちゃうと思いますね。少なくとも、<や>あの、一気に3話までは見てほしい。はい、うん。あの3話までじゃないと面白くないって意味じゃなくて、うん、とにかく1,2,3話の流れと完成度があまりにも凄す,すぎて、そうなんだ僕震えちゃったのその3話で。ま話まで見ても1時間とかですもんね、1時間20分。そうですね、1時間とかですよ。そうですよね。もうあの、オープニングエンディング飛ばしちゃったらもう1時間で。はい むんでいや、これはぜひ、最終話までに追いついてほしいと思って、うん、今こうやって。頑張ります。話させていただいたんで。はい<ひ>。アニメもね、こうやって僕はもう本当に強制されないと見ないので。うんうん、いや、でもぜひ見ていきましょう。あの、これからね、うん、伸びるコンテンツだから。まあそうです。今まさに伸びてるコンテンツだから。進撃とか鬼滅とか見てないとか言ってる場合じゃないんだよな。<laughs> それすごいよ。逆に。全部チャレンジしてますよ。 偉いですね。全部、もう鬼滅も5巻ぐらいまで読んだし、うん、アニメも5話ぐらいまで見たし、うん、進撃も全部そのぐらいやってるけど、うん、やっぱ途中でなんか見なくなるんですよね。じゃあもうその原因究明はまた今度しましょう。そうですね。ちょっとカウンセリングしてください。うん、そうですね。というわけで、はい、えー、リコリスリコイルのおすすめ回でございます。はい。ぜひ皆さん見てください。えー、大島康之でした。高野湊でした。ありがとうございました。ありがとうございました。